クリバク3型国境警備官は、ソ連国家保安委員会の国境警備官である。クリバク型フリゲートを KGB の要求に基づき改正した緩急であるため、クリバク3型フリゲートとして、フリゲートと同一視されることも多く、ウクライナ海軍所属のヘイチマン・サハイダーチュヌイは、フリゲートとして扱われている。クリバク型は、NATO コードネームであり、 ソ連の計画名は1135.1型国境警備艦である。九百七十年代以末、二百海里回離排他的経済水域の設定により、ソ連では極東北方海域を厳重に管理する必要性が生じていた。これに関連してソ連国家保安委員会から出された要求に対し、セーベルノエ計画設計局では海軍向けに建造していたクリバク型フリゲートをもに、 技術計画をまとめた。設計作業は、はじめ NP 総ボレフを中心に行われ、1980年からの完成作業では、AK シュヌイロフが中心となった。この結果生まれた国境警備艦は、11351号計画、ネレイのコードネームで呼ばれた。ネレイ型は、従来のいかなる警備艇よりも、強力かつ高性能の設備を有した、大型艇であった。 その武装は、対艦ミサイルを除いては、アメリカ海軍の第一戦級フリゲートにも匹敵するほどであり、それゆえ、世界最強の国境警備艦の名を欲しいままにした。ソ連海軍でも、採用の動きがあったが、海軍の警備艦として使用するには、対艦ミサイルや対戦ミサイルの追加が必要で、その割には、船体はやや小型に過ぎた。結局、1万1351号計画型の、 海軍向け派生型の開発は取りやめられ、新規にネウストラシムイ級フリゲートを建造することになった。ネレイ型は、全艦が、ウクライナソビエット社会主義共和国のケルチにあった、B、ブートマ記念ザリー付像船所で建造された。最初の艦となるメンジンスキーは、1980年1月24日付で、KGB 海上国境警備隊への配属が、決定された。 メンジンスキーは、翌1981年8月14日に、第201工場で、寄港、1983年12月29日に、竣工した。これ以降、1990年までに7隻の、ネレイ型が建造された。完成した艦は、毎年セバストーポリから、アフリカ大陸沿岸を一周して、ソ連の極東岸を目指した。最終的にこれらの艦艇は、 ナホトカトペトロパブロフスクカムチャツキーに集結した配備についたネレイ型は国境や200海里入排他的経済水域の警備をその任務とし場合によっては国境を犯した潜水艦の撃滅や航行船舶の護衛上陸部隊の安全の確保を行うものとされた特に日本海やクリル諸島における漁船の違法操業の取り締まりが目下の主要任務となった ザリーフ造船所では、1990年までに、竣工した7隻の他にさらに2隻の建造が続けられていた。しかし、造船所のあったウクライナが1991年8月24日に独立、ソ連は崩壊して、この2隻の運命は大きく変わった。第208工場で建造中であったキーロフは一時的に、ラーツィスト解消され、独立ウクライナの所有物となった。 この艦は1993年に、同国海軍のフリゲートとして巡航し、同国の歴史上の偉人になぞらえて、ヘイチマン・サファイダーチュヌイと名付けられた。一方、第209工場で建造中であった9番艦、クラースヌイ・ビーンペルは工事の進捗度が低く、このため保管状態に止められた。ウクライナでは十分な能力を持ちなおかつ経済的な小型のコルベットの建造を優先し、 ヘイチマン・サハイダーチュヌイを除くフリゲートは皆実質的な保管状態に置かれた。クラースヌイ・ビーイン・ペルはヘイチマン・ビシュネベーチクイという新しい名称をもらったものの結局完成には至らなかった。売却も試みられたが成功しなかった。ソ連崩壊後、ナホトカにあったネレイ型高く艦は他の艦艇ともにロシア連邦の海上国境警備隊に引き継がれた。配置は 従来の形態が受け継がれ、ペトルパブルフスクカムチャツキーの MPGH 第1分艦隊とナホトカの第16国境警備艦船隊に配備された。連邦保安庁の所属となったことから、艦隊原則には国旗を表す3色のストライプが書き込まれ、ヘリコプター格納庫横には連邦保安庁のエンブレムが付けられた。しかし、国の経済の悪化から、 その活動はあまり積極なものとはなり得ず、次々に保管状態に入った。2000年には最初のメンジンスキーが退役し、その後さらに3隻が退役した。ロシアでは2007年現在3隻の艦席が残されているが、この内ジェルジンスキーは予備役となっており、現在も稼働しているのはボロフスキーとオリオールの2隻のみとなっている。これらはカムチャツカ半島周辺、特に クリル諸島北部で活動しており、日本などからの密漁船の取り締まりに当たっている。しかし、これらの寿命もそう長いとは考えられておらず、ロシアから、ネレイ,イ型が姿を消す日も遠くはないと見られている。一方、ウクライナで、唯一のフリゲートとなったヘイチマン・サハイダー・チュヌイは、海軍国を辞任する同国の象徴的存在として、ビクトル・ユシチェンコ大統領の訪問を受けるなど、 格別の扱いを受けている。定期的に修繕が行われており、近年では2005年と2007年に実施されている。特に2007年初から行われている改修工事は大規模なもので、復帰にはしばらくかかる予定である。ネレイ型の艦隊は、使用構造や設備、動力機関に関しては、ブレベースニック型と同様とされた。引き続き採用されたガスタービン動力のエンジンは、 本格的な海軍艦艇としても、一流の 30kn 以上の速力と、速力 14kn における4000回りの、航続力等を保証していた。また、外部からの補給なしに30日間行動を続ける、ことが可能であるとされた。一方、武装をはじめとする、各装備には、大きな変更が加えられた。ブレベースニック型の主兵装であった、対戦水管誘導ロケット砲アークマイナス5、 ラストループ B は装備から外され、搭載する対戦水艦兵装はロケット弾発射機部マイナス6000、スメールチニと4連装魚雷発射管唄マイナス53から1135のみとなった。メテリを撤去したことから、それまで完備区画に搭載していた手法を監視部分に移設することができるようになり、部マイナス6000前方の メテリジ設置箇所後に 100mm 炭素量用砲 AK-100 が1機搭載された。砲を全部に移設したことから、完備区画の重量が軽減され、これによって飛行艦板の設置が可能となった。その前方には、捜作級難型ヘリコプターかマイナス 27PS のための格納庫も設置された。格納庫の設置に伴い、 艦隊後部に搭載されていたジフ -122 オサー M 短射程艦隊空ミサイルコンプレックスは廃止され、艦首部分の1機のみが残された。その代わり、艦尾の張り出し箇所に2機の 30mm6、方針機関砲 AK-630M が設置され、艦の防空能力を補った。ネレイ型は最大限の能力を発揮するため、建造当時としては、 最新の電子装備を搭載していた。対空創作レーダーとして、当時最新型の3次元レーダーである MR-760、フレガート MA、書き管制レーダーとして、MR-212、201、バイガーチ U、ボールが、キバーチ、ナイヤーだ。対空書き管制用の MPZ-301、バーザ、手法管制用の MR-114、バールス。 近接防御火器システム用の MR-123B インペール電子戦装備として MP-401S、MP s スタールト S、PK-16 を搭載した。水中音響探知システムとしては新しい MGK-335S、プラーチナ S と可変追跡装置 MGK-345、ブローンザ、 水中通信システム MG-26 及び MGS-407K が搭載された。このほか、広報機械、各種データ処理機器及び式、通信設備を搭載していた。これら主要装備は、全 9135M 型より格段に能力が向上していた。また、ネレイ型は10年にわたって建造が続けられたため、その間の技術的進歩により、 艦によって搭載する電子装備は異なっていた。これらの技術は1135型を近代化改修した11352型や11353型にも生かされた。関西機用格納庫の増設などにより排水量は300トン増しとなったが、こうした設計変更により、ネレイ型は国境警備管としては、 万能と呼ぶにふさわしいバランスの取れた特徴を有するに至った。そして、ネレイ型の成功はそれまで、各任務を専用艦艇によって賄わせてきたソ連海軍にも変化をもたらすことになった。1980年代、ソ連ではネレイ型に続くフリゲートクラスの次級として万能艦を計画した。11,540号、ヤーストレプの計画名で呼ばれた。 この間は、しかし、ネレイ型から受け継いだ、優れた能力を秘めていたにもかかわらず、ソ連の崩壊と継承国ロシアの経済的崩壊により不遇を囲つことになった。一方、ネレイ型をもとに、ステルス性能を持たせた、新型警備艦11356型が、開発され、インドへ輸出されている。ありがとうございます。